良識の方ごろつきのたまり場と思い込む立憲小西議員。千葉県選出の立憲民主党小西洋之参議院議員は2010年に38歳で初当選以来、芳しくない言動がよく報道される。現職の自衛官から国会議事堂の前で国民の敵だと罵倒されたと警察官を呼んだり防衛省に通報したりした一件があった。この時自衛官は国益を損なう馬鹿など不適切な発言を浴びせたことを認めた。国民多数はそうだねえだった。8日の参院予算委員会で質疑中に声を張り上げた際、委員長から現在、新型コロナウイルスでの緊急事態宣言発令中です。大きな声は慎んでいただければありがたいと注意されたりのみっともない姿があった。その後も質問通告をした、受け取ってないと同等の質問委員と政府側が揉めた際、小西議員はその後輩議員に、嘘でもいいから、質問通告を口頭でしたと言え、とそそのかした場面が動画で捉えられた。本人はそれをも捏造と言い放った。その通りなら議事を止めて発言の取り消しを求めるべき場面だが、そうしない当たり図星をつかれたという自覚があるのだろう。15日の参院予算委員会では総務省鈴木電波部長の度重なる記憶にございませんの答弁にじれたのか、小西氏は総務省、旧郵政省、勤務時代に、仰ぎ見る先輩であり、能力も人柄も憧れの存在だったと前触れし、この方の名誉のために言いたいが、官僚にこうした苦しみを強いているのはすべて菅総理の責任だ。菅総理が私利欲で行政を私物化し、明らかな虚偽答弁を官僚に強いている。菅政権、何が何でも、我々立法府の力で打倒しなければいけない、そうした決意を申し上げたいと。菅首相をなぶる目的に終始した。実に薄汚いチンピラ同然の言い草だと思う。分別があるなら、質問する相手に対する個人的な気持ちは内に秘め、なお立場上で対応するものだろう。へえ、立憲民主党議員というのは土足でずかずか人の心に踏み込むのだと感じた。ただただ菅首相が憎くてたまらないと、道端で酔っ払ってトグロを巻くごろつきのようだ。お聞きいただき感謝申し上げます。